N8 ショータイム二等兵の友人がです。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、はい、こちら、うん、カーシー博士のセルフヘルプ術っていうのを、うん、まあ、プリーズアンダースタンドミー、はい、私を理解してよということで、うん、私も私を理解してよ、あ、自分自身をね、そうそうそう、はい、理解しなさいですよね。あなたはあなたのことを理解しなさい。あ、そういうことです、そういうことです。あ、僕のことじゃないです。もちろん自分自身のことを理解しましょうねっていう動画を上げているんですけども、今日はですね INTJ、うん、はい、INTJ ですね、 INTJ、はい、INTJ なので、うん、4つの分類で言うと、うん、NT 気質、 NT 型、うんうん、知性を追求する科学万能主義者っていう、その知性を愛し自己を分析するとか、うんうんうん、自己批判し完全に理解することを求めるとか、うんうん、いや、ちょっとあのタイプ1エニアグラムで言うと、うん、そのタイプ1っぽい感じとか、うんうん、タイプ5っぽい感じとか、うんうん、なんか合理的にきっちり進めたいみたいな感じなのかなとちょっと思ってるんですけども、うんうん、この INTJ の紹介をさせていただきたいと思います。で、この INTJ、うん、コメントをいただいた方では、はい、その例えばチャンネル登録者のモコさんとか、モコさん、山山さんとか、うん、フクロウさん、うんうん、エニアグラムで言うとタイプ6とか、うん、タイプ5の方が今コメントをいただいているので、うんうんうん、ちょっとそこを上げさせていただくんですけども、はい、INTJ、うん、論理的な現実主義者と書いてあります、うん、自信にあふれてポジティブ、うん、INTJ は全てのタイプの中で、うん、最も自信にあふれていて、うん、自分の持つ力を自覚している、うんうん、総人口の 1% しかいないこのタイプは、うん、内省的に現実を把握し、うん、可能性に注目し、うん、経験を重視して論理的に思考し、うん、人や物事が前向きであることを好む、うん、決断も簡単に行うことができて、うん、一度決断してしまえば安心できるタイプだ、うんうん、これはまあジャッジ J ですね、 J の部分、ジャッジする部分、うんうん、で、過去よりも未来に目を向けている INTJ 型の本質を一言で表すとしたら、うんうん、作る人、うん、想像の層ですね、うんうんうん、システムを作って、うん、それに理想的なモデルを応用させる人間であると、うん、で、権威に対しては無関心、うんうんうん、INTJ にとって地位序列肩書き、うん、知名度による権威は何の意味もない、うんうんうん、だからチャンネル登録してくれてるんですかね何の権威もない、うん、何の権威もない、はい、けど面白いと思ってくれたら登録してくれる、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。で、スローガンや標語の魔法にかかるタイプではないと、うん、考え方や立場が納得できれば受け入れるが、うん、納得できなければ、うん、誰の立場でもどんなアイデアでもそれは受け入れない、うんうん、僕みたいに知名度とかで、うん、いいですねとはならない、言ってることはこう、うんと思っても、まあ、知名度が良ければいいんじゃないとは思わない、うん、で、この INTP、うん、内向直感思考認知と同じように、うん、まあ、その権威そのものには敬服することはないと、うん、で、しかし役に立つのであれば、うん、まあ、規則にも従う、うんうん、それは奇跡を信じると意味が通るからっていう意味ではなくて、うん、このタイプが持つ独特な現実主義のためだと、うん、プログマティスト実用主義者である INTJ にとっては、うん、現実とは個人が道具として利用することも無視することもでき、うん、融通が効くから、うん、それはまあ征服できるものだと、うん、なので、その現実とは概念に磨きをかける場と考えるので論理的なものである、うん、なんていうか、いや、現実的なものは、うん、まあ、論理的なんだ、うんうん、まあ、磨いていけばいいと思うんですかね、うんうん、で、論理的戦術に長けるとあります、うんうん、INTJ はまるで大きなチェス盤の上で遊ぶように、うん、大きな見返りのある戦略や戦術を常に探しながら理論の世界を操る、論理へ大きく傾倒する面では、うん、INTP に似ている、う
INTP でしたっけ、僕は INFP FP です、すいません、もともと TP でしたかもしれないと思ってた、はいはいはい、で INTJ の場合はある出来事についてたとえ論理的に表現できなくても、うん、それがまあ論理的に見えれば十分なのだと、うんうんうん、またいつも新しい考え方や立場を使って出た結果についても鋭く観察している、うん、システムを運営する際には情け容赦がなく、うん、個人の時間や労力の犠牲をほとんど顧みない、うん、応用できそうもない理論はさっさと捨てることができる、うん、やっぱりちょっとT、T、シンキング、うん、思考型、うん、思考タイプ、うん、で、ただそこはまあその、うん、自由っていうよりも経験っていうところに目が向いてるんですかね、うん、経験主義と直感とあり、うん、その考え方を理解しようとするよりもどう現実に対処するか、うん、この INTJ の思考は外交的で経験主義的なので、うん、INTP よりも物事を一般化したり分類要約することが優れている、うんうんうん、その一方で原則で系統立てるような純粋な理論にはあまり慣れていない、うん、なんて書かれています、うん、で科学研究や経営に向くと、うんうん、INTJ は常に長期的な展望を持ちながら物事を完成させることに情熱を燃やす、うんうん、どのアイデアが役立つかっていうのは事前によく調べるが、うん、一度着想を得ると突っ走る傾向がある、うんうん、まあ多分そこは J と P の違いなのかな、うん、要は可能性として残すんじゃなくて、うん、決めたものに向かいたいっていうのは、うんうん、僕も J の人間なので、うん、そこは分かる決めて安心したいっていうのはちょっと分かります。でチャレンジが困難であればあるほど刺激を受け、うん、独創性が発揮できる、うん、なのでその INTJ は理論的なモデルが実現できるような職業に惹かれる、うんうんうん、どこで働いても情報と人的システムを作り上げることが好きだ、うんうん、でひたむきにゴールに向かう、うん、時として一つの目標に一生懸命になりすぎることがあり、うん、脇目も振らずに頑張るので他人の意見や望みを無視できるという、うんうん、仕事上での強みにも弱点にもなる、うん、これほんとそうですね、うんうん、人の意見も役に立たなければもういらないいらないって、うんうん、いや聞いてよって、うん、情け容赦がない、うん、もうそういう人はいらないみたいな、やめてよってでこのタイプは責任ある地位まで昇進することが多いと、うんうん、長時間のハードワークをこなし、うん、ゴールに向かって前進を続け、うん、自分だけでなく同僚や従業員に対しても時間や努力を惜しまないから、うん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 、とあります。3っぽい感じもありますね。そうですね、なんでいろんなタイプがあるんでしょうね、うんうんうん、なんでこの動機の部分では、うんうん、その達成したいとか、うんうんうん、一つのことを追求したいとかいろいろあるかもしれませんが、うんうん、まあ、こういう行動に出るよっていう、うん、で、まあ、システム人間工学の仕事に向く、うん、まあ、職場での仕事で機能が重複してきたり、うん、非効率的な書類の流れとかがあると、うん、もう改善をさせるために、うん、もう何かが努力が、うんうん、そこに向くまでは落ち着かない、うんうんうん、全然非効率じゃん、うんうん、っていうのに目が向くし、そのエンジニアリング特に人間工学の分野を選ぶことが多い INTJ にとっては、うん、パフォーマンスが大事なコンセプトになる、うん、カリキュラムとか、うん、複雑な分野で創造し適応させるっていうのに向いてるが、まあ、孤高な組織人、うんうん、というのがあって、時として同僚はINTJ に心を見透かされているような気がする、うんうん、その INTJ の付き合い方には心理的な距離ができてしまう、うん、なので同僚には冷たく、うん、情熱に欠けた人間だと思われるかもしれない、うんうん、でまた自分が頑張るのと同じぐらい他人も頑張らせる傾向があるので、うん、欲求が高い1ですねなのでその、うん、満足させることが難しい人間に見られることも、うんうん、だこの人僕はもう満足させることができないので無理ですって僕はちょっと思うかもしれない、うんうんうん、でこのタイプは学校でも職場でも良い成績を収める、うん、仕事では設定された目標に真剣に取り込み、たゆまぬ努力で目標を向けて頑張る、うん、組織の中の一員としては献身的で忠実であるが、うん、それはその組織の個人ではなくて、うん、組織そのものに忠誠を使う、うん、だから
社長とか誰々さんじゃなくて、もうこの組織、うんうんうん、なので、まあそういう、うん、システム的な、うん、非効率的な部分には、うん、そう改善しな改善しなければいけない。だからそのこの中で人事的なものには興味がないので、うん、その大きな変化があっても気にならない、うんうん、シャットアウト、うん、ができる。むしろあの社長ダメだとか言いそうですよね。なるほど、あ、僕にはそれはない。あの社長がダメなんだみたいな。組織がダメだと思っても社長が良ければ、うん、まあ、ついていこうかなって思うタイプなので、うん、で INTJ は大抵物事の良い面を話題にして、うん、悪い面についてはコメントを控える傾向がある、うんうん、過去の過ちを惜しむよりも組織として前進していくことに関心が向いている、うんうんうん、まあ、そんなためなのか社交は苦手、うんうん、プライベートでは、まあ、家庭と夫婦関係に秩序と調和を求める、うん、全ての気質の中で最も自立しているタイプである。配偶者や友人を選ぶときは何よりも自分の直感を優先させる、うんうん、このタイプは感情を読むのは容易ではない、うん、なるほど、そうですね、うん、僕も読めるとは思えない思えないで男女ともに感情をあまり表現しようとはしないから、うんうん、時には冷たく、うん、よそよそしく反応に乏しく思えることもあるが、実際は自分の好きな人から拒絶されるかもしれないので、その不安には極めて敏感、うんうん、ちょっと、まあ、エニアグラムで言うとタイプ6っぽいところもあるのかななんて、うん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 、社交の場でも INTJ 型は受け答えが少なく、人間関係をスムーズにするためのちょっとした習慣や心遣いにも疎い、うん、のんびりした会話にも時間を割くのは無駄だと思っているので、うん、そういうつもりではない時でも INTJ 型はいつも急いでいるような印象を与えてしまう、うん、なのでまあプライベートよりも職場の人間関係の方がうまくいくなんてあります、うん、なんでまあ役割があるからですかね、うんうんうん、システム的に対応できる仕事の方が、うん、まあ、友人とかシステムないですからね、ない境界線もちょっと難しい、そうそう、はい、あなたはこれをしなさいとかないじゃないですか、ない、何をやればいいのっていうのはあるかもしれない、うんうん、なのでその、まあ、子供的には献身的で、まあ、一貫したしつけ、うんうん、まあ、ちょっと厳しくっていう面があるかもしれないよっていうのがあります、うんうん、あとはその INTJ 型の最も重要な特徴は直感力であるが、その能力を出すことは稀で、周りの世界や人々に対してはむしろ理性を使って対処する、で感傷的に傷つきやすいので、この面で失敗することが多いなんてことがまとめられていますっていう INTJ 型、はい、はい、もこさんとか、もこさんとかふくろうさんとか山山さん、まあ、エニアグラムで言うとタイプ6なのかな、タイプ5なのかなっていう方が今のところこのチャンネルでは多いですかね、うん、もこさんは違和感あるって書いてありますよね、ちょっと待ってくださいね、うん、同数だった同数、まあ、T と F2、うん、つの部分で僅差、うんうん、あ T と F で僅差だったよ、うん、あね、シンキングとフィーリングの部分で僅差でしたが、うんうんうん、じゃあ F でいいじゃんって返事したんですよね。あ、なるほどということで、じゃあ次は、はい、INFJ、INFJ、INFJ をやってみます、うん、はい、はい、というところで、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。